ロビー・モールセンは、スウェーデン・マルメ出身のサッカー選手。シェフィールド・ユナイテッド FC 所属。スウェーデン代表。ポジションは、ゴールキーパー。マルメ FF のアカデミーでプレーを始めたが、トップ昇格は叶わず2部リーグのクラブで、プロキャリアをスタートした。2011年、マルメに再加入。2012年10月のシリアンスカ FC 戦で、アルスベンスカ初出場。 2014年からレギュラーに定着し、リーグ制覇に貢献。自身もリーグ最優秀ゴールキーパーに選ばれた。2015年7月、ポックテッサロ2期と4年契約を結んだ。遺跡金は65万ユーロ。2016年1月、半年のレンタルで FC コペンハーゲンに加入。5月、60万ユーロでコペンハーゲンに完全移籍。2018年7月24日。 リバプール FC に移籍したアリソン・ベッカーの後釜としてエース・ローマに移籍した。移籍金は850万ユーロで、契約期間は5年間。加入後はポジションを確保するも、完全に定着することはできず、終盤はアントニオ・ミランテにポジションを譲った。2019年8月30日、カリアリカルチョに期限付き移籍した。この年は、 アレシオ・クラーニョやラファエウとポジションを争いながら17試合に出場した。2020年10月5日、エバートン FC にレンタル移籍した。2021年8月31日、アーロン・ラムズレールが対談した、シェフィールド・ユナイテッド FC にレンタル移籍した。オルセンの両親はデンマーク人であるため、デンマークとスウェーデンの2つの代表を選ぶ権利があった。 マルメ FF と契約した時点では、デンマーク代表を志願していたが、2014年に、スウェーデン代表の招集に応じた。2015年1月15日のコートジボワール戦で、スウェーデン代表デビュー。2018FIFA、ワールドカップロシア大会欧州予選のプレイオフでは、本大会出場に貢献した。ありがとうございます。